50代の結婚無理です。絶対無理です。はい、いや無理ですね。一つの結論に達しましたよ。やっぱりですね、50代の結婚相手探し無理ですね。私すごくポジティブな人間なんですよ。本当にポジティブっていう感じの人間なんですけれども、まあ、ちょっと言っちゃってますけどね、すごくポジティブな人間なんですけれども、やはりですね、実際いろいろな人とお会いして話してみたり、一緒に飲んでみたり、それで最近ずっとやってましたけれども、マッチングアプリやってみて、そして電話もしていろんなことをやったんですけれども、やはりですね、この50代の結婚無理ですね。データ的にもその 1% もないですよね。50代で結婚する可能性っていうのは確率ですよね。 1% もないので、よく納得できましたね。すごく納得しましたね。かなり苦しいですよこれ。やはり50代の結婚っていうのは皆さんもうご存知と思いますけれども、これ多分ですよ、最後のパートナー探しっていう形になりますよね。50歳ですから。あと20年経てば70代になりますからね。で、あと10年も経てば皆さん定年ですから、だから本当に最後のパートナー探しっていうことになると思うんですけれども、これ、そうなればなるほど相手に対して求めるものって厳しくなりますよね。で、私はこれ本当に厳しくないんですよ。ストライクゾーンなんかこんなにありますからね、こんなに。全然ストライクゾーンは広いんですけれども、やはり直接お会いしたり連絡したら、相手が私に対してストライクゾーン、こんなもんですよね。こんなもんかなり狭いですね。だからこれちょっとうまくいかないですね。私がいくらポジティブに言ってストライクゾーンをこんなに広げたとしても、相手がですねこれでしたら、やはりマッチングしないですよね。本当にこれはすごく思いましたね。まあ今お一人だけ、まあ、前回も言いましたけれども、まあ、49歳のシングルマザーの方、その方とは前連絡取ってで LINE もやり取りして博多で会おうという話はなってるんですけど、確かにただそれ以外の方で、そして今までの経験上いろんなことやってきたんですけれども、確実に向こうから拒否されますよね。最終的には、こちらが OK って言ってても、向こうがっていう感じで出てきますよね。これはですね、いかに私だけじゃないですよ。今見てる皆さんというか、50代のあなたもそうですからね。私の問題じゃないですからね。当然私はこうされてますけれども、あなたもされますからね。で50代っていうのはかなり厳しいですね。まあ、現実的に、まあ、データこうパッと見てても、やはり、まあ、ほとんど結婚しないですよね。 1% 未満ということですから。ただ 1% って言っても、俺はなんとかなるだろう、俺はっていうふうに必ず皆さん思うと思うんですよ。やはりですね、そういうわけじゃなくて、前も言ったことあるんですけど、自分自身のこの市場価値っていうのをきちんと本当に理解しておかなければ、やはりその打っても当たりませんからね。この自分の市場価値っていうのがいかに大切かっていうのがよく分かりましたね。特に私なんかは50代で、それ無職でっていうことですよね。もうニーズはないですよね。でさらにはですね、ここポイントなんです。これ結構言われるんですよ。結婚したことないのって、本当にないのっていうことをよく言われるんですけれども、これがですねバツイチだったらまだ再婚の可能性あるんですよね。高くなるんですよね。で私の友人でもまあ40後半ですけれども、お二人、再婚してるんですよ。どちらもバツイチでしたから、それで50代の私の知り合いで結婚した人間は、まあ確かに初婚の人間もいましたけれども、残りの人間で再婚した友達っていうのは大体バツイチなんですよね。やはりですね、52歳、私52歳ですけど、52歳まで一度もですよ、結婚したことない人間は何かあるぞって、何か絶対あるだろうっていうふうに見られるんですよね。私ないですよ。私ないと思ってるんですよ、個人的には。変わり者は変わり者なんですけれども、普通に生きてきて、普通にサラリーマンやって生活してきて、普通に無職になりましたからね。普通に無職。何が普通に無職かわからないんですけど、まあ普通に生きてきたつもりなんですけれども、何か変わったところがあるのかもしれないですね。それが自分自身でまだ分かってないっていうことは、その段階で、やはりもう再婚というか結婚は無理でしょうね。自分はこういうところがちょっと普通の人よりも変わってるとか、はっきり言葉に出して言えるようにならないと、やはり自分自身がよく分かってないっていうことですから、やはり結婚っていうのはかなり厳しいんでしょうね。で、私の場合初婚になると思うんですけれども、結婚したら、まあそうですよね。私はこういう変わったところあるけど、大丈夫っていうことを受け入れてくれる人、そういう人を探さないとダメなんですけれども、やはり闇雲にマッチングアプリしてたり、で、人に紹介されて、お会いして、お酒飲んだり、話したりね、そういうことしても、やっぱりダメですね。数打ちゃ当たるっていうのは、嘘ですね。かなり厳しいですね、50代は。ただこれ、結婚だけじゃなくて、結婚しなくても事実婚だとか、まあ要はパートナーですよね。パートナー探しに関しても同じこと言えますよね。これ、50代過ぎたらかなり厳しいなっていうのがよくわかりました。それで、今後はですね、じゃあどうするかって言ったら、パートナー探しに関しては、絶対、やめようとは思わないんですよ。懲りませんから。やめようとは思わないんですけれども、なるべく、将来、本当に一人で生きていくために、今後どうするのかっていうことを、今まで以上に、考えようと思ってますね。もう52歳ですからね。で、趣味はいろいろありますけれども、だから私が今考えてることは、趣味の幅をちょっと2つぐらい増やして広げようかなと思ってます。それで、むやみやたらにアピールしたりするんじゃなくて、じっくりと時間をかけて、ターゲットを絞っていきたいと思いますね。で、ターゲットっていう言い方もおかしいんですけれども、もう婚活は戦争ですからターゲットですよね。そのターゲット選定を間違えないためにも、自分自身の市場価値をきちっと判断して、で、自分に見合った方をターゲットとして攻めていこうと思ってます。ですからまあ、マッチングアプリってはもうこれで終わりますけれども、今後はですね、友人の紹介とかいろいろ多分あると思いますよ。1年に結局3、4回は必ず新しい女性と出会ってきてるんですよね、人生の中で。ですから、そのうち、あと何年かすれば、一人ぐらい出るでしょ、一人ぐらいは。おかしいでしょ、出ないと。そう信じてやっていこうと思っています。本日は以上です。いつもご視聴ありがとうございます。やることはやって頑張ります。無職独身、50代、ともでした。失礼します。